お、出た。激梅雨到来ってことで、今年はね雨よく降るみたいですよね。梅雨、梅雨といえばトップウォーター、まあトップウォーターに限らずもうハイシーズン突入なんでいろいろ楽しめちゃうと思うんですけど、今日はねいろいろやってみたいんですが、まずはねちょっとトップウォーターやってみようかな。よし、羽物中心にいろいろ持ってきたけど、この D4 のニューカラーね、これコンパクト羽物ね、そんなに大きすぎもせずいいんじゃないかなと思って D4 ね、でちょっと視認性のいい黄色、これを投げてみようかなと思います。グラスコンポジットのね、ダイワの竿にダイワの新しいジリオンね、こんな感じの組み合わせ、なんかヘラみたいなね、なんだあれ、木かなんか沈んで、うわ出た、うわ2投目 D4、 うわすげえ、出た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 、よいしょ、はい D4 フィッシュ、進捗いいね、視認性がいいか、まあ至近距離だったけどね、置いといたらバコーってね食いついたよ、やったね。で、タックルはねこんな感じでジリオンにタトゥーライリートの組み合わせ、これはねバレないし乗るしいい竿なんですよ、いいリールなんですよ。じゃあね逃がしてあげたいと思います。ちょっとね1匹目だからサイズ測ろうかな。はい、D4 フィッシュは42ってところですかね。いやー真っ黒のね元気な個体でした。はい、いやありがとうね。うおお、こそっちじゃない、あっち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 。いやお疲れさん、ありがとう。いやー D4 すごいね。置いといたら馬行だったよ。まあよくねあそこ釣れるポイントではあるけど。あんなものの見事に、まだね、釣れんじゃないかな、置いとくだけで、この水面が攪拌されてるのがね、いい感じなのかな、バスの警戒心も薄らいで、また休めれば出るかもしんないね、ちょっとゴミが流れたタイミングとかで。もう一回トライしたいな。すげえなこのルアー。ちょっと着水でなんだろうって気づかせてからこういう感じでゆっくり寄せてきたら食いましたよ。やっぱトップウォーター楽しいね。ねえ、いいねこういう羽物とかにねよく釣れる時期になってきてね。まだまだお昼過ぎだからね、これ夕まずめとかもワンチャンあるでしょ。もっとでかい羽物入れてみっかな。今釣れたので緊張して、なんか背中が、体がまだほぐれていない段階でナイスバイトをもらっちゃったんで、なんかピキーってなっちゃってますよ。
こうその場でちょんちょんやってもがく感じもいいし、あとねただ巻きでもいいし、で止めた時にちょっと沈むんですよねケツが。ダッチとかねこういう有名な羽物は結構水平に浮いてっていうそんな姿勢が多いんですけど、この D4 の場合後ろに重りがポン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 ってね配置されているから、なんというかちょっとねバイトとか絡め取りやすい、ちょっと立ち浮き姿勢で巻くとブリ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 と泳ぐ。で止めるとまたちょっとね姿勢を落として、この感じがね、うわ今のはかかんないかなってバイトをねしっかり絡め取ってくれるんですよね。なんかこう虫落ちてくるの待ってるやつとかにもなこれ効きそうなんだけどな。おいでこの D4 なんですけど、この前あのね柏のブンブンにねルアー買いに行ったらですね、なんかブンブンだとねこうブンブン折りからみたいなのがすごい大量に置いてあってね買いやすいんじゃないかなって、あとね折りからかっこよかったんで、へえそんな展開もしてるんだって。ショップによるね折りからなんかも出しつつ売ってるみたいなんで、それはね先週見に行った時点でね結構大量にその陳列されていたから、ちょっとこれから梅雨の時期にねこういうトップウォーターの釣りやりたいななんていう人は D4 1個ね、あのそんな大きすぎないからなんていうか野池とかでもねそんなビビらずにね投げやすいし、で結構ねいつもね釣り場について数頭これやるんですけど、それでねなんか勝負がつくことが早い、まあ、そっからワームに変えてちょっとジクジク狙ったりとかいろいろするんですけど、一番最初ねすごい最初の一投目こういう羽物入れるとなんかすごいここ数年まずはっていう感じでなんかバスが食ってくれることが多くて、なんだろうねこの弱々しくもごもごして上見るとなんかこのフェザーがポワーンって浮いてる感じとかがいいんですかね、何と思って食ってるのかわかんない、もうもはやなんか羽物だと思って食ってきてるなみたいな食い方をするんですよね羽物って。こういう雨の日に釣りに行けたならね。でどんな竿でも投げれるのが多分このいいところだと思うんですけど、自分はこのタトゥーラエリートね、これトップウォーターとかスイムベイトとかね、いろんな釣りで使えるから巻物もやるかもしんないって時は常備していくんですけど、まあ今年はこの新しいジリオンちょっとね投げ心地とかねイメージしてた感じとは違うんですけど、まあすごい使いやすいは使いやすいので、でギア比がいろんなギア比がねあるからお好みの、自分はねこういう焦って巻いちゃうやつとかねゆっくり巻きたいから、おかっぱりの時は結構こういうローギアの番手、ローギアで焦ってもゆっくりジタバタさせたりねできるようにローギアを選んでおります。そんなにボコボコにすごい状況、流れも弱いしね、そんなボコボコだって感じではないから、またタイミングタイミングで一番いいドピンにポワーンって浮かせて、そんでもって釣ってみますかね。ギリギリね泳いでたりしたら見えそうな、まだ濁りが回ってない雨なんで、なんだけどなんだけど、そんな泳いでるバスは目視できないから、あと追っかけてくるのとかちょっと一段下にいてこういうのでじとーってなんか沈めて、まあこの着水音で気づかせて置いといて最初の動き出しで食わせるって感じなんですかね。
お、出た。あ、乗ってないか。出たな、今な。置いといたらな。出たな。出たな。これな、ちょっと一通りこれでやって、後でピクピクってあのジャッカルのルアーとか試したら絶対面白そうだな。お、あれでいけるな。お、食ってきたな。バスいるじゃん。バス泳いでる、バス泳いでる。あれはやる気なしおくんかな。お、食いに行った。くわえた。あ、ダメだ。うわ、そこにいるんだよ。うら、頭出して。あれアフターなのかな、なんだろう。一瞬毛くわえに行った。すげえ、置いとくだけで食った。まあ、ちょっとアクションさせたけど。あいつルアー食うよ。うわ、あいつルアー食うよ。自分で見つけた感を出せれば。また行った。すげえ。サイトで羽物で狙えるかも。そんなちっちゃかないんだけどね。あれもう下ってっちゃったかな。うっすら見えてんだよな、ここら辺。見に行ってほしいから。あ、また見に行った。くわえそう。見切った。うわー、もっとちっちゃいルアーとかだったら食うのかな。超面白い。なんかそのうち釣れるかもね。泳いでるバスに投げたらふわーん、パクーンって食いましたよ。結構高いとこから見ると見えバスいるな。あれ、なんかワームだったら速攻食いそうだけどな。ちょっと入れてみますかね。そこね、一匹泳いで。おー、食った。あーね、あー、見たとこにね、これ置くだけで食うわ。ちょっと言い過ぎだけど、まあ2匹かけられてないんであれなんだけど、今泳いでんな、あれバスかなと思ってね、その進行方向にチョンって置いたらね、もうそのままスーパクって食いに行った。何このルアー、すごいんだけど。へえ、あ、今日これいただきマンモスかもな。いい日に来れたかもしんない。トップウォーター始まりましたみたいな、そんな日なのかもしれないね。寒い雨じゃなくて、これね、今ダウンとかも下に着込んでるんだけど、ちょっと生あったかい雨なんで。おー、食ったよー。あー、バレた。ちっちゃいバス食った。いや、D4 ってやな、このやっぱ、毛とかがあると、ああいうのも、ああいう感じで食うのかな。魚のボディにね、重さがあればね、ズニュってかかりそうだけど、今のはね、超小バスでしたわ。でも、楽しい。ちょっと今日、羽物で釣れたりしてるから、もう釣ったことないジョイクローラー、これね、釣れないかな。なんか置いとくと反応するからね。え、こういうボリューム感のってどうなんだろう。あ、食った。あー、1投目で食った。うおー、ジョイクローラー食って、
うわ、いやいやいや、ちっちゃかったのかな、なんか乗んなかったけど、横っ腹が見え、うわー、もう、すげえ、二頭連続でなんか見に来た。ちっちゃいのばっか投げてたけど、こういうボリューム感ありなんだ。かかんねえかな、あれ。このシルエットがいいのかな。うわぁ、たまたま通りがかりの食い気のある、なんだろう、こう、岩盤沿いに登ってくやつの前に、スポット入ったのかな、今、二頭連続でなんか、もんどりバイトしてきました。ってことは、どういうことだ。やべ、メガネこもってきて、今、興奮して。こういう巻いて食う感じでもないからな。やべえ、ほんとメガネが曇ってきた。なんか興奮でなんか今視界が悪い。これ夕まつめとかすごいんじゃないの。なんでかかんないかな。今のすごい出方だったのに。ねえ、あんな感じで投げてれば、際で、俺が食うって感じで、なんか、ね、襲いかかってきて、もうやべえ、もうメガネが曇って、魚が追ってきてんのかわかんない。ジョイクローラー、この、羽のキラキラとかもね、良さそうですね、こう、なんて、バラして、語る。うわー、乗んなかった。いい針ついてんのにな、なんだこれ。ちょっと大興奮なんですけど、虫とかワームとか、その岸際ポチャンって落として見て食うのかなって。ちょっとね、小型めの例えば D4 とかそういうので魚が反応したりしてたから、ちょっとボリューム感上げたこのジョイクローラーチャレンジしてるんですけどね。今2回ぐらい食ってきました。2回とも乗せられずね。え、でもなんかやり続けてればワンチャンありそうなんで、ちょっとこの人流し、これをヘコ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 たまに泳がしたりして。あー、惜しいのか惜しかったのかどうなんだ今のは。そっか、ジョイクロのボディボリューム感はあるけど、水面にあるからなんかぼやけて見えるのか、このボリューム感でもジョイクロより食わせやすいのか、ちょっとね、よくわかんないよ。なんかバイトが出たからボソボソ語り続けながら投げておりますが、あ、いいな、この激ボリューム感で水面でもごもごしてくれんの。ちょっと大きいから食わず嫌いというか、あんまり投げれてなかったけど、これ今日ワンチャンあるんじゃないかな。いや、ツーちゃんもらったんだけど釣れないっていう、バラすっていう。おー、食った。おー、食ったよ。うわー、バレたよ。そしてバレたよ。おー、あの絶好のへこびり入れたらもう、あー、やっぱ際に入れてちょっと止めとくなんだな。すっげーちっちゃかったけどね。ビビった、すごいよこれ。ジョイクローラー、いいとこに的確に入ると魚がしっかりバイトしてくれる。で、バイトしなかった後はこの羽でもごもごと切りもみさして、ねえ、やべえな。今さすがにちょっとバラしちゃったからしばらく
なしよって感じかもしんないけど、いやそうっすか、そうっすか、ジョイクローラー、そういう感じなんすか。へえ、なんか待っとくと絶妙に泳ぎ出しの姿勢まで羽がふわーって広いて、最初のこのもごもごがすごいね、的確に出るね。あーなんかワンチャンまたバスが刺してきたタイミングとか回遊してきたタイミングにスポンって入れたら今日釣れるかもしれないな。見に行ってるんですけど、バス見てるんですけど、動けねえ。2匹になった。動けねえ。動けねえ。バスが2匹見てる。高速巻きしたらね、今、うわー、そこにもいるじゃん。なんだこれ、バスが。いや、これチャンスだな。こっち岸はちょっときついから、あっち岸だったら食うんじゃん。いや、違う。なんかでかい。これでかい。でかいぞ。バスいる。食い気のある、しかも。なんだ。なんだ、なんだったらいいんだ、誰か助けて。ジョイクローラーじゃない、でかい。羽のちっちゃいのコンパクト羽の。どこ行った、あれバスかな。奪い合う、すげえ。さすがにジョイクローラーだ、でかすぎたか。おー、コンパクト羽物だったら食いそうよ。今1投目で反応した。なんか、なんで今の乗んないの。もうダメか。もう巻かないで、流れだけでドリフトで。何、ワンチャンしかない。そんな大きくないけど、なんか食いが来た。いや、来た。だな、ダメなの、むずいな。
でも魚はいてジョイクローラーのでかい存在感でブワーって寄ってきて、手のがなかったら魚がいたのにも気づけなかったから、まあ、結果としてはまあ悪くないんだけど、一回ワンチャン食いに来てくれたのにそれをかけ損じたのかな。また引いてりゃ湧いてくっかな。置いといたら食ったけど。はい、というわけで帰ってきました。これね、サニーブロスの D4 ね、開封してね、なんか速攻で連れてくれたんで、もうがぜんね、印象のいいルアーになったんですけども、使ったタックルはねこんな感じで、これもね結構最近買ったですね、ダイワのジリオンですね、ローギアのもの。竿はねこんな感じで、大森プロのですね、サイも、眩しいタトゥーラエリートの、70クランキンって書いてあるモデルですね、これね、何でも投げれるからお気に入りで使ってるんですけども、今回もね、大活躍してくれたなということで、銀色の憎いやつですね。はい、で、これね D4 を使ってみてなんですけども、これね、2021バージョンっていうことで、この羽のところの保持するこのなんていうかパーツ、このネジのパーツがねこうやってちょっと変わってるんですよね、 D4 ね、これによってね羽がより、動き出しがいいようなところに開いてくれるって印象ですかね、なんか泳ぎ出しが気持ちよくなったかなっていうね、そんな印象があります。これね、D4 がちょっと若干、細かいパーツを変えてニューバージョンになっているよっていうことでね、でま あ動画でもやってたんですけど、本当ね置いとくだけでなんか魚が湧いてきて釣れるっていうね、そんな感じのルアーなんですけど、出しどころは本当今ぐらいの季節です。スポーニングが終わってバスがね、そろそろ餌食べようかななんていうね、まあでもまだちょっと疲れてるから、なんか上ふわーっといるものとかを楽ちんに食べたいななんていう時とかに、こういうね、羽物が俄然効くシーズンなんじゃないかななんて思いますんで、気になってる人はねこのね D4 なんかね、似たところだと、あとまあダッチであるとか、その他にも最近もこのぐらいのサイズ感のね羽物トップウォーターってだいぶ増えてきたんで、で大雨が降った時なんかね、もうちょっとボリューム感を上げた羽物なんかがいいんじゃないかなと思うんですけども、なんかね、アベンタ RS であるとか、この D4 であるとか、ダッチであるとかね、こういうサイズ感のが、効くっていうタイミングはね確実にあると思いますので、今の時期はねボックスにね、ぜひ忍ばしておいたらいいんじゃないかな、ね、なかなかねこれ店頭で並んでるの見かけないんですけど、この前ね柏のブンブンなんかに行ったらね、ブンブンオリジナルカラーのこのねD4 がねなんか山盛り置いてあったんで、まだ多分あるんじゃないかななんて思うんですけども、これはねレギュラーラインナップの新色っていうことだと、思いますが、ショップオリカラーなんかでね探せばまだまだ D4 もね、買いやすいんじゃないかなっていうことで、でこの D4 とね今回ね面白かったのがちょっと似た色ですけども、はい、これね、ちょっと釣ることはできなかったんですけど、ジョイクローラーですね。これね、ちょっとね、初めて投げてみたんですけど、結構ね、魚がね、短時間で反応してくれて、まあ一回かけて、それでポロンしちゃったなんていうのもあったんですけども、魚が反応した回数で言うとね、結構ね、短時間で D4 に迫る勢いじゃないかなっていうことで、がぜんちょっとね、お気に入りのルアーになったんですが、これジョイクローラーですね。これはね、なんかね、投げてみたらね、ほんとこの、なんだろう、チャポンって入って、ほっとくとね、
なかなかナイスなね、この泳ぎ出し、羽をちゃんと広げて待ってくれるっていうね、そんな印象がありました。このね、D4 とかこういうね、ちょっと片手でこう着水しちゃった時に少しね、ちょんちょんとかアクションを入れないとね、この泳ぎ出しの姿勢に入らないんですけど、ジョイクローラーはね、投げたらほっとくとね、結構この泳ぎ出しの鼻へ開きましたよっていうね、そんな姿勢に、素早く移行してくれたななんていう印象があって、まあそこら辺の一番すごいのは、例えばあのアベンタの RS なんかはね、あれでんぐり返って泳ぎ出しの姿勢オートマチックに、はい、いつでもどうぞみたいな風になってくれるんで、あれすごいなっていう感じなんですけども、そこら辺がね、まあボリューム感も全然違うんですけど、これはね、着水してなんかほっとくとバタバタする泳ぎ出しの姿勢に勝手になってくれるなっていう印象がありました。で、使ってみての感想だと、このジョインテッドクローみたいな、まずボディですよね。これって置いとくだけでなんか魚寄ってくるじゃないですか。ジョインテッドクローラー178の話なんですけども、なんかジョイクロって置いとくとなんだって感じで結構魚寄ってきたりすることありますよね。そんな感じでこれね、着水しただけでね、なんかすごい魚が寄ってくるんですよね。で、そこでジョインテッドクローの場合はそこからまあ浮上アクション入れたりとか、なんか S 字軌道出したりとか、いろいろ魚の食わせのね、アクションに入っていくと思うんですけど、それがこのジョイクローラーの場合はこのクローラーベイトなんで、羽を使った波紋を出したりとか、バタバタバタって泳ぎ出したりとか、そういうね、なんか本当表層で今までのジョイクロではできなかったアピールをするジョインテッドクローラーっていう感じ、まあそのまんまの説明ですけど、なんかね、まだ釣れてはいないんですけど、ちょっとね、これはなんだろう、タイミングでもうちょっとね、投げ込んでみたいなってね、釣れたらまた具体的にね、どんどんね、なんかこんな感じで釣れたよとかね、動画にしていきたいんですけど、今回はまあこれ以外にもね、いろいろトップウォーター使ったんですけども、特にまあちょっと羽物に焦点を当てるとですね、まあこれとかが魚の反応が非常に良かったよっていう感じで、動画にまとめてみましたね。まあこういうのが、ガゼンキックシーズンなので、トップウォーターの釣りも好きだよなんていう方はね、ぜひね、釣り場に、通うシーズンじゃないかなっていうふうに思うんですけども、これね、D4、気になってる人はね、今ぐらいに店頭にまだ置いてあるんじゃないかな、どうかな、もう売り切れ出してるかなってね、面白い、ルアーなんでぜひ使ってみてください。はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちらね、サニーブロスの D4、これをね、開封して投げてみたところ、速攻でね、いいバスが釣れたよって、ね、その後、羽物なんか、なかなか、釣れなかったけど、楽しめちゃったよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。